何話があるいいけどどうしたんだよそんなくらい顔しておいでえ僕の聞き間違いかな最近忙しくてさ疲れが取れてないみたい聞き間違いだと思うけど 僕と別れたたいっって言ったどうして急にそんなこと言うの最近って言っても2ヶ月ぐらいちゃんとしたデートできなかったからそれなのに夜電話もできなかったからそれとも他に好きなやつでもいる そっかやっぱり僕以外に好きなやついるんだだから僕の部屋から君のものが少しずつ減っていったんだねうん最近君の持ち物が減ってるのは気づいていたけどそれは君が自分の家で使いたいから持って帰ってるんだなって思いたかったんだよね <laughs> そうだよ なんとなく察してたよ君の好みが変わってるの僕気づいてたよ雰囲気も今君が好きな男は僕と違って派手なタイプが好きなんだね僕でもわかるぐらいキラキラしたまぶた しびるも前よりすごく派手な色きっと他にもその男のために君が変わって僕の知らない君がいるんだね <laughs> 謝るなら抱きしめさせてね僕からの最後のお願いだからダメかな じゃあ、僕に近づいておいでシャンプーの香りまで変わったねすごく余ったる匂い,い最後のデートの日に。 君が腕の中にいたときとは違う僕の知らない匂いかわいい君に似合ってるから余計に悔しいよもう少しだけまだ離れたくない ねえ僕との関係いつから終わらせるつもりだったのやっぱりいいやずいぶん前からだよね君とのメッセージのやりとり一つで僕にはわかる僕ねすごく悔しいし寂しい悲しいって気持ちで溢れてるんだよ まだ逃げないで話はちゃんと最後まで聞くべきだろ僕君に別れるって言われて指先や足先の体温が一気になくなって顔も一気に血の気が引いてきて体の中も。 冷え切ってこのまま体温がなくなるかと思ったよ君は僕が思ってたより悪い子だったんだね僕と離れてどうするのその男とデートするのキスしたりそれ以上するのそんなことできないよだって 最後に女の子の引きたのいつねえいつなんだよ君は僕が思うに基本的にいい子だよだけど悪い子一つは僕に別れを告げたこともう一つは自分の体の管理はちゃんとしてないこと 病院ぐらいはちゃんと行こうね本当に不純って理由だと思う <laughs> そうだよ最後にデートした日僕とたくさんしたからもちろんその可能性もあるはずだよまあそうかどうかは君がちゃんと病院に行かないとわからないことだと思うけど 暴れるなよ君一人の体じゃないかもしれないんだぞん何ふん最近体調良くないんだじゃあ可能性高そうだね僕は嬉しいよ僕は子供好きだし君との間にできた子だから 世界一可愛いって僕は思うよまさかできたら降ろすとか優しい君は言わないよねじゃあなんか言うことあるよねううん、うん、結果とか僕待てないから今言ってよ 君は俺から離れられないよだってこれは僕が作った運命なんだから